まず一つ目は霧島神宮。鹿児島空港から車で約30分、小林インターチェンジから約40分、前々回動画の吉宗さんから約1分、県道60号線を進むと一の鳥居が見えてきました。このまま直進します。一の鳥居の周辺にも無料駐車場がありますが、さらに進んだロータリーの周辺にもあります。お食事どころやお土産店なども立ち並んでいます。鹿児島土産のカスタ丼やカルカン饅頭で有名な鹿児島蒸気屋もありました。ロータリーに車を止めて、ここから歩いていきます。社務所近くまで車で行けますが、この時点でそのことを知らず、夫は後悔していましたが、私は目の保養にも運動にもなったので結果よしでした。そして夫の最大の敵、階段を上りきると二の鳥居が見えます。表参道の先には絶景の展望所があります。坂本龍馬のパネルもありました。右手は本殿への道、そしてあちらが参拝者駐車場と甘味やお土産がある休憩所。さらに夫の第二の敵、三の鳥居が見えました。右手の手水屋でお清めします。渡水口は龍の石細工。この手水屋は令和2年に建物ごと社殿前からこちらに1ヶ月半をかけて移設。その引き屋工事の様子をネットで見て、あまりの凄さに感動してしまいました。三の鳥居をくぐると、その先には本殿が。ここまでは約15分ほど。そして右手には杉の御神木。神官に見える不思議な枝を見つけられたら運気アップ。九州の代表的なパワースポットでした。次は初めの交差点に戻り右折します。ちょっと面白かったのでおまけなのですが、今から通る霧島大橋の欄干の上を見ててくださいね。9つのお面が施されているのがわかりますか？よく見ると、下の柵や照明柱には天の坂鉾があります。ご興味ある方はゆっくりと徒歩で見物してみてください。2つ目は丸尾滝。霧島神宮から車で約13分。道沿いに無料駐車場を完備。この標識が目印。駐車場の道を挟んだ反対側に滝があります。この道の先に展望台があり、ここから間近に滝を眺めることができます。上流の営農温泉や硫黄谷温泉の温泉水を集めて落ちる珍しい湯の滝です。温泉泉分で滝壺が綺麗なミルキーブルーになっています。高さは約23メートル、幅約16メートルの滝で、夜にはライトアップされ違う美しさを見れるそう。時期によりライトアップの時間は異なるので、ご興味のある方は電話で確認してから足を運ばれてくださいね。また秋の紅葉も美しく、冬には湯煙が立ち上り、四季それぞれに楽しめるようです。3つ目は目の湯。丸尾滝から車で約3分、国道223号線を進み、この霧島温泉丸尾交差点を右折。左に見えるのが霧島国際ホテルです。霧島最古の源泉と言われる目の湯。目に良いお湯なのでその名がついたとか。入り口はたくさんありますが、温泉に一番近いのは、ここから約800メートルほど進んだこちら。左側に広い駐車場が見えてきます。
看板が出ていないので少し迷いましたが、自然短小路入り口と書かれた標識脇の道を進んでいきます。不安ながらも進むと温泉の標識がありました。道はある程度整備されています。説明書きのプレートがありました。そしてその先に目をやるとそれらしきものが。近寄るにつれ少しずつ熱気が伝わってきます。一人分ぐらいの大きさで薄青く白濁しています。ここの川全体は川の湯と呼ばれているみたい。季節により温度が変わり泉質などは不明。霧島では有名なの湯だそう。もちろん24時間無料。人気もなく道路からも見えないにしろ、女性は湯あみ着用がよろしいかと。4つ目は熊園穴。目の湯から車で約25分、国道223号線からこの道を入ると無料駐車場があります。標識に沿って整備された山道を登っていきます。熊園穴は妙見温泉の西側を登った山腹にある熊祖族が住んでいた洞窟。穴の所有者は近くにある妙見石原荘さんで無料で開放されています。時間にして約15分ほどで到着します。ここまでも結構な運動なのに、到着目前で恐怖の階段が立ちはだかります。もう足が限界でプルプルし始める頃に門が見えてきました。登り切った右手に何やらスイッチ。洞窟に入る前にスイッチを入れて照明をつけるみたい。画像だとオンオフが見えますが、この時は何を書いているのかが見えなくて、どのボタンを押せばよいのか思案しました。中広いんやで。こちらが入り口。どこから入るのって驚くくらいの入り口です。身をかがめて恐る恐る入っていくと、中は百畳敷ほどの大空間。奥行き22メートル、幅10メートルだとか。声が出てしまうほどの驚きの光景。洞窟内はひんやりと冷たく、汗だくだった体が一気に心地よくなっていきます。壁いっぱいに描かれた絵は芸術家萩原貞之氏の作品なんだそう。入り口でスイッチを入れた照明が壁画を照らし、すごく幻想的な空間となっています。足元は段差や水たまりがあるので要注意。夫は全く感動がなく、道のりの大変さに来たことを後悔していましたが、妻は最高にテンションが上がり、道のりの苦労が吹き飛びました。5つ目は仙岩園。熊園の穴から車で約50分、錦江湾沿いに国道10号線を走りながら、目の前には桜島が見えています。仙岩園入り口を通り過ぎてしまい、慌てて戻ろうとした時、磯工芸館があったので立ち寄りました。薩摩切子の美しくカラフルな食器がずらりと並んでいます。お店の方に撮影許可をいただくと、撮影機材を落とさないようお気をつけくださいとのこと。金額が金額なだけに緊張しながら撮影。磯工芸館には薩摩切子工場が併設されていて、製造工程を自由に見学することができます。薩摩切子の他にも屋久島や鈴の工芸品もありました。こちらは夫が大変気に入ったグラス。本当に素敵と金額を見てびっくり。さて、寄り道をしてしまいましたが、仙岩園入り口はすぐ隣。駐車場は有料で1日500円となります。
入り口ゲートをくぐると、まずは案内マップがあったので、一通り見ましたが、各所の内容がわからないので、とりあえず順番に体感で確認することに。最初は世界文化遺産オリエンテーションセンター。仙巌園の入場料は大人1600円。小中高校生は800円。小学生未満無料です。今回の私たちの目的は食べ歩きとお土産、そして庭園からの桜島の景色だったので、ここはさらりと見て次へ。途中には反射炉跡などもあり、夫は立ち寄っていましたが、私は興味がなくお土産ショップへと直行中。この磯地区周辺でしか味わえないジャンボ餅。人が多かったので後で食べようとしたのが、結局食べれず後悔しきり。ここは創業大正元年の有村屋。鹿児島名物のさつま揚げが各種並んでいます。食べ歩きもできるので早速注文。ぼうてん、れんこん、きくらげ、枝豆と4種類あり、一つからでも OK で好きなものをチョイスできますが、夫は4種類すべて注文。思ったよりも小さかったので、一瞬でなくなりました。この他にもソフトクリーム屋があり、紅はるか焼き芋ソフトクリームなど、ご当地変わり種もありましたが、食べ歩きは思ったより少なかったです。仙巌園は島津家の別邸なので、家紋の丸に十文字が所々にあり、なんだかかっこよくって目を引きます。お土産ショップは、10店舗ほど軒をつなれています。さらに奥に進んでいくと、右手に正門があります。そのまた先には、鈴製の屋根瓦が特徴の鈴門があります。大河ドラマ、セゴドンの撮影地となったらしく、看板が立っていました。それがこちら。当時は藩主とお世継ぎのみここを通ることができて、奥方やお世継ぎ以外の子供たちは別の門を使っていたそう。さて、この先に広がるのはお目当ての桜島展望ポイント。広大な庭園からの桜島は絶景。前方に見えるのは御殿。以前は有料でしたが、今は自由に見学できます。この先にも桜島展望ポイントがありますが、お腹が空いたのでお食事へ。軽食と甘味が食べられる仙巌園茶寮。こちらの2階には郷土料理のお食事処もあります。が、どうしても私の大好物の白熊くんが食べたくて、このお店に決定。シートに書かれた作り方を習っていざ。自分で好きなように作れる白熊くんは格別。もちろんセルフでない白熊くんもありますよ。夏になると白熊くんが冷蔵庫を占領するほど好きな私。今年は体型を考え我慢していたのですが、本場白熊くんを見てしまうとそんなことはどこへやら。白熊くんにしなかった、まず作ってるところとら仕上がりを見る。仕上がりを合格期待。愛情たっぷり、思い入れたっぷりの白熊くん。犬やな。犬やな。めっちゃ可愛い。犬やな。スプーンも可愛いスコップ型。めちゃくちゃボリューミーな白熊くん、一人で完食。夫のチョイス、そばランチ。もう待ちきれず食べちゃってますが、小鉢と甘味がついています。ご飯は栗ご飯ではなく芋ご飯。ごちそうさまでした。6つ目はチリリンロード。仙巌園から車で約70分。ここは縁結びの島とも呼ばれるパワースポット。標識に沿って進んでいきます。車はエコキャンプ場の無料駐車場を利用します。
駐車場から10分ほど歩いて到着ですが、ついてみたら道がない。慌てて調べてみると、2024年8月に発生した台風10号の影響で、サスが流出し、しばらくの間、徒党することができないとのこと。早い再開を祈るのみです。本来はこのように、知林ヶ島まで道が続き、潮の満ち引きなど、限られた時期、時間に現れる砂の道。ハートの形になる貝を見つけるのも、チリリンロードの醍醐味。帰りは桜島の絶景に慰められながら、次へと向かいます。7つ目は、竜宮神社。知林ヶ島から車で約25分。ここは縁結びの神様として知られる豊玉姫を祀った神社。近くに無料の市営長崎花公園駐車場があります。竜宮城さながらの朱色亀を引く竜宮神社。さらに先には2回回って亀を撫でたら願いが叶うという浦島太郎の像があり、さらに先には長崎花があります。時間帯により景色や雰囲気が変わりますが、私は夕暮れ時の竜宮神社の景色に魅了されてしまいました。貝殻を購入し、表に名前、裏に願い事を書いて、恋愛成就の祈願ができます。ここから長崎花までは徒歩5分ほどなので、時間がある方はぜひ足を運んでみてください。8つ目はクリア食堂。竜宮神社から車で約15分。美味しいカツオのたたきが食べられるお店。JR 山川駅は目と鼻の先、右手に無料駐車場があります。ここは夫の知人の娘さん夫婦が営まれているお店で、今回偶然近くを通るということで、急遽足を運びました。以前、贈答でいただき、とても美味しかったので、カツオ好きのお友達への贈答はこれ。私たちもカツオが食べたくなるとネットで注文。今日は本場を味わえるので、とても楽しみ。海鮮も美味しそう。急遽の訪問で、閉店時間ギリギリに来てしまったので、一品注文です。お席はテーブル席と小上がり席がありました。メニューを見たら美味しそうなものばかり。指宿の新鮮な魚介と鹿児島特産黒豚も食べられます。地元の方や観光客にも愛されているのがわかります。ということで、カツオのたたき。一本釣りの新鮮なカツオをわら焼きにして、たっぷりの玉ねぎにニンニクの効いた特製タレがかかり、カツオ好きにはたまらない一品です。ビールが欲しくなりますが、運転があるので奥歯を食いしばります。営業時間は状況により時間変更があるので、ご確認の上足を運ばれてくださいね。ネット購入は油の乗った腹とさっぱりとした背と2本入っているのも魅力。冷凍保存しておくと急な来客にもすぐ出せて重宝します。ご興味のある方は一度ご賞味あれ。ごちそうさまでした。今回は霧島神社から順番に南下し、8カ所を巡りました。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまた M2 遊いでお会いしましょう。チャンネル登録の応援もよろしくお願いします。